皆さんこんにちは、オリバーです。今回は5万円以下で購入できるイギリスの革靴ブランドを紹介していきます。革靴のメッカといえばイギリスのノーザンプトン。そのためイギリス靴は革靴好きからすると憧れでもあります。しかしイギリス靴は結構高いです。品質やブランドヒストリーを考えれば妥当といえば妥当ですが、やっぱり手が出しづらいです。しかし10万円を超えることも多いイギリス靴ブランドの中で、5万円以下で購入できる革靴ブランドも存在します。この動画では5万円以下で購入可能なイギリスの革靴ブランドを5つピックアップしております。イギリスブランドの本格革靴が欲しい方はぜひこちらの動画を参考にしてみてください。では早速見ていきましょう。まずはじめに今回紹介するブランドはネットでの販売価格は5万円以下のものを選んでいます。ですので実店舗での販売価格とは少し異なります。基本的に店舗で販売されている革靴は仲介料や関税などの影響で高くなっています。日本での販売価格は海外に比べると高いのはこのためです。そしてネットで販売されているものの中には並行輸入品のものもあります。海外の販売価格に近い価格となっています。並行輸入品とは海外ブランドとは無関係の個人や会社が海外の直営店や量販店、ネットショップなどで一般に流通している商品を購入し、それを輸入販売している製品のことになります。流通経路の違いで店舗とネットで価格差が出ています。そのためネットの方が価格的にはお得に買うことができます。今回はネットでの販売価格が5万円以下で買えるイギリスブランドをピックアップしています。では早速ブランドを見ていきましょう。まず紹介するのがこちら、トリッカーズです。トリッカーズは1829年創業の老舗のイギリスブランドです。イギリスのノーザンプトンで現存する最古のシューメーカーとしても有名です。カントリーブーツのイメージが強く、ウィングチップにメダリオンがあしらわれたフルブローグは目にした方も多いはずです。堅牢な作りで長く履けることから日本での人気も高いブランドです。今回紹介する中では最も知名度の高いブランドといえるのがトリッカーズ。店舗での正規販売価格は8万円を超えますが、ネットでは4万円前後で購入が可能です。しかも定番のウィングチップが販売されています。そのためサイズさえ分かれば店舗よりもネットでの方がお得に購入できます。そんなトリッカーズのおすすめモデルを見ていきましょう。まず最初に紹介するのがこちら、ストーです。カントリーブーツといえばトリッカーズのストー。貴族がアウトドアを楽しむために作られたブーツとあって丈夫で堅牢な作りとなっています。何十年も履いていけるような相棒として選ばれてはいかがでしょうか。続いてはこちら、バートンです。先ほどのカントリーブーツを単靴にしたモデルがバートンです。ストーとはラストが違い、少しぽってりとした幅広のラストが使われています。そのためボリューム感があります。ジーンズなどカジュアルな服装にもマッチするモデルです。続いて紹介するのはこちら、ウッドストックです。シンプルなモデルが欲しいならプレーントゥーのウッドストックがおすすめです。シンプルながらボリューム感のあるフォルムが他のプレーントゥーとは違った印象です。カジュアル使いしやすく飽きのこないデザインのため長く愛用できるモデルです。では続いてのブランドを見ていきましょう。続いて紹介するのはこちら、サンダースです。サンダースはイギリス国防省のオフィシャルサプライヤーとして革靴を提供しているブランドです。供給元があるため大量生産が可能。そのため大量生産によるコストダウンが図れ、イギリスブランドの中ではコストパフォーマンスが高いブランドです。ミリタリーラインが人気で、ミリタリーファッションとの相性もいいモデルが多いのも特徴的。サンダースは店舗販売価格も5万円台のため、ネットと店舗での価格差が比較的小さいブランドです。そのため店舗に足を運んで実際に試着し購入してもいいかと思います。しかしながら取扱店が近くにない場合もありますので、そんな時はネットをご利用ください。そんなサンダースのおすすめモデルを3つ紹介していきます。まず紹介するのがこちら、ミリタリーダービーシューズです。デザインは外バネのキャップトゥー、小ぶりなキャップトゥーでそこに施された3本ステッチが特徴的。比較的丸みのあるフォルムであるため、オンオフ兼用で使える万能なモデルです。一足あると重宝するようなモデルになっています。続いて紹介するのがこちら、ブリットチャッカです。秋冬に履きたいスウェードのチャッカブーツ。特徴的なのはアウトソールの側面に薄いゴムを巻きつけたマットガードがついていることです。これによってスニーカーライクにも見えます。
革靴だとどこかかしこまった感じがありますが、マットガードがついたこのモデルはスニーカー感覚で肩肘張らずに履くことができます。そんな革靴をお探しの方はこちらを選んでみてはいかがでしょうか。続いて紹介するのがこちら、ギリーシューズです。ウィングチップにメダリオンがあしらわれたフルブローグに、終端を省いて肉抜きされたようなデザインが特徴的なのがギリーシューズ。華やかでパンチの効いたデザインは他にはないオリジナリティを感じます。お気に入りの靴下と合わせて楽しむといいかと思います。ですがコーデを組むのは少し難しそうな感じはします。では続いてのブランドを紹介していきます。続いて紹介するのがこちら、バーカーです。バーカーは第一次世界大戦中に軍用ブーツを作っていた歴史もあるブランドです。軍用の靴を作っていたということは国からも認められた確かな技術力があるということです。そんな高品質な靴を作りながら意外とリーズナブルな価格で提供しているのが特徴です。バーカーはクラシカルなフォルムの靴が多く、ビジネスシーンのスーツにも合わせやすいドレスシューズが多いです。価格も3万円台のため、ちょっといいビジネスシューズが欲しい方におすすめです。そんなバーカーのおすすめモデルを紹介していきます。まず紹介するのがこちら、内跳ねのパンチドキャップ2です。ビジネスシーンで活躍できるのが黒の内跳ねストレートチップ。このモデルはパンチドキャップ2という穴飾りが施されたデザインです。ちょっとしたアクセントになり、ビジネスシーンでも問題なく履くことができます。細すぎないクラシカルな印象なので、カジュアルシーンでも活躍してくれるかと思います。続いて紹介するのがこちら、スミブローグです。パンチドキャップ2にメダリオン、リンキング、パーフォレーションを付け加えたのがスミブローグと呼ばれるデザインです。シンプルなストレートチップよりも華やかに見えます。オフィスカジュアルも定番化された昨今、ちょっと足元もカジュアルな印象にしたい方におすすめです。続いて紹介するのがこちら、ロングウィングチップです。こちらはウィングチップにメダリオンが施された外バネのフルブローグです。特徴的なのはアメリカンライクなロングウィングチップになっていることです。サイドをまっすぐ伸びるピンキングとパワフル印象が特徴的。アメリカ靴に多いデザインですが、イギリスブランドのバーカーが作っているのが面白いところです。続いて紹介するのはこちら、グレンソンです。グレンソンは1974年製作のアメリカ映画華麗なるギャツビーに衣装提供をしていたことで有名なブランドです。幾度かの経営危機に陥りながらも今日まで靴作りを続けています。著名なシューデザイナーのティム・リトリ氏をクリエイティブディレクターとして招いたことで、現代的なモダンな要素がプレスされています。今や伝統的なグッドイヤーベルト製法を初めて取り入れたイギリスブランドでもあるのがグレンソン。そんな伝統技術と現代的なモダンさを融合したデザインで人気があります。日本ではそこまで知名度がないものの、世界的な紳士たちに愛されているブランドです。そんなグレンソンのおすすめモデルを見ていきましょう。まず紹介するのがこちら、ストレートチップです。ビジネスシーンはもちろん、冠婚葬祭でも履けるのが黒のストレートチップ。社会人なら一足は持っておきたい革靴です。グレンソンのこのモデルはステッチが表に出ておらず、つるんとした印象、どこか色気を感じるようなストレートチップになっています。続いて紹介するのはこちら、プレーン2です。シンプルなプレーン2でカジュアルスタイルにもマッチしやすいモデルです。特徴的なのは色味、ハンドペイントで染色された色は独特のムラ感があります。革に表情が出てヴィンテージアイテムとの相性も良さそうです。続いて紹介するのはこちら、内跳ねのフルブローグです。シンプルなスーツスタイルをおしゃれに着こなしたい時におすすめなのがフルブローグです。ドレスコードの厳しいかしこまった職業でなければ、ビジネスシーンで履いても大丈夫かと思います。シンプルなストレートチップばかりになりがちなビジネスシューズにフルブローグを一足加えてみてはいかがでしょうか。では続いてのブランドを紹介していきます。続いて紹介するのはこちら、ロークです。ロークは英国王室御用達の称号であるロイヤルバラントを授与されているブランドです。正統派の靴作りをしている一方で、モッツとの関わりもあるブランドです。伝統的な製法で作られる革靴を比較的手に取りやすい価格で販売しています。ロイヤルバラントを授与されており、正統派な英国靴といったイメージですが、モッツとの関わりがあり、ちょっと変わったタッセルローファーを作っていたりします。ビジネス用途で履ける革靴からモードファッションでも履けるような革靴まで幅広いモデルを展開しているのが特徴的です。5万円以下で比較的多くのモデルが販売されているため、お気に入りの一足が見つかるはずです。そんなロークのおすすめモデルを見ていきましょう。まず紹介するのがこちら、タッセルローファーです。タッセルローファーにキルトがついたモデル、モッツ御用達のモデルになっています。ガラスレザーで光沢感があり、厚みのあるラバーソールでボリューム感があります。
華奢なイメージのあるローファーですが、こちらのモデルは存在感があります。モード系のファッションにも取り入れやすいモデルですので、そういったコーデが好きな方におすすめです。続いて紹介するのがこちら、外バネのセミブローグです。内バネのイメージが強いセミブローグですが、ロークからは外バネのセミブローグが展開されています。内バネよりも外バネの方がカジュアル感があり、オフ兼用で使えるモデルです。また外バネは甲のフィット感をある程度調整することができるため、甲高の方にもおすすめです。続いて紹介するのがこちら、チェルシーブーツです。シンプルなデザインのチェルシーブーツ、履き口にサイドゴアが付けられていることからサイドゴアブーツとも呼ばれています。ブーツなのに履きやすく、履くと綺麗めなファッションになるため、春秋冬の3シーズンで活躍してくれます。ジーンズなどカジュアルパンツとの相性も良く、大人っぽいコーデをしたい方におすすめです。といった感じで、5万円以下で購入可能なイギリスの革靴ブランドはいかがだったでしょうか。イギリス靴の特徴としましては、100年以上続く歴史のブランドが多いこと、長く履けるグッドイヤーウェット製法になっていること、流行に流されないクラシカルなフォルムなこと、こういった特徴が挙げられます。イギリス靴はトリッカーズに代表されるように100年以上続く老舗のブランドが多いです。ブランドヒストリーがしっかりしているため、所有したくなるブランドばかりです。その分値段が高くなってしまいますが、今回紹介したブランドのように手が届くブランドもあります。さらに伝統的にグッドイヤーウェット製法で作られています。グッドイヤーウェット製法はアッパーとソールを縫い付けて作る製法です。ソール交換が可能で長く履くことができます。またアッパーとソールの間にコルクが入っているため、履いていくうちに自分の足型に沈み込んでいきます。履けば履くほど履き心地が良くなる経年変化を楽しむことができます。そして長く履くためにはデザインも重要です。昔ながらのクラシカルなデザインを現代でも継続しているのが特徴。ブランドごとにアイコンとなるモデルがあり、何十年も愛されています。フォルムも一般的にはノーズが短めでトゥーに丸みがあります。これがクラシカルなフォルムとなり、流行に流されないデザインともなります。今日まで同じようなデザインが履かれているのも、流行に流されていないからだと言えます。ということで、いわゆるイギリスの本格革靴が欲しい方は、今回紹介したブランドから選んでみてはいかがでしょうか。ということで、今回はこの辺で。このチャンネルでは革靴を中心としてファッションアイテムを紹介しています。この動画を気に入ってくれた方は、チャンネル登録や高評価ボタンを押してくださると嬉しいです。では次回の動画でまたお会いしましょう。